視界が不明瞭だ。くれぐれも気をつけてくれ。夕焼けまで1マイル。速度が速い。減速しろ。高度が高い。下降しろ。トリガー、そのまま飛行を維持しろ。500ヤード。給油機より接続許可。100ヤード。ストライダー1、ウェイポイント1を通過。敵基地到着までの並走の使用は禁止する。全機、高度を下げろ。ここからは高度制限を行う。高度1900フィート以下で飛行しろ。前方に固定式サーチライト、注意しろ。光を避けて飛べ、見つかるな。バジリスク1よりストライダー、こちらの ETA はそちらと差がない。奇襲とはいえ、そんなに早く NZ を確保できるのか。任せとけ。そっちこそその人数で大丈夫か。ああ、全員認証は書いてきた。笑えねえぜ。両番が苦手でな。よし、アントラについていく。頼んだぞ。了解した。上出来だ。そのまま行こう。ストライダー1、ウェイポイント2を通過。谷がさらに狭くなる。気をつけろ。一体いつになったら最終作戦をやるんだ。いい加減俺は散れちまったぜ。これが最後の壁だ。カウント、基地を奪い最終作戦の共闘歩とする。みんな生き残れよ。ファーバンティでは全員が必要になる。ワイズマンがいなくても中隊長みたいなことを言うやつが何人も嫌がる。ストライダー隊のいいところは隊長が無口なところだな。ストライダー1、高度を落とせ。敵のレーダーに引っかかる。速度に気をつけろ。ウェイポイント3を通過。基地が近づいた。これより無線を封鎖する。次におしゃべりができるのは基地上空だ。引き続き高度に気をつけろ。暗い場所があるが墜落するな。ウェイポイント4を通過。無線封鎖解除。基地まで残りわずか。もう
もうおしまいか。子供用のジェットコースターみたいなもんだったな。空軍基地を主任、目標地点に到達した。攻撃開始。目を覚まさせてやれ。時間が経つほどこちらが不利になる。さっさと片付けよう。よし、袋叩きにするぞ。航空部隊を確認した。おそらく向こうが呼んだ援軍だろう。少なくとも1機リーダー機を確認した。3つの爪痕のやつが敵機残り3機だ。まだ向かってくるぞ。シュー、敵の動員機が見えてるか。奴ら容赦ない。しか
の残弾に注意せよ。どうだ、あの機器を撃破したら絶対に突入する。機体に着氷している。ターゲットの破壊を確認。いいぞ、的確な航空支援だ。この機を捉えて一気に前進しろ。よし、見つかるなら一斉に走るぞ。よし、これからうちの屈強な宅配員たちがお客さんの家の呼び鈴を鳴らす。まだ立てこもってる連中も多いな。だがこれ以上は待てん。突撃開始。抵抗する者は殺害せよ。撃ってきた、西方向。行け行け、撃て。バリケードを踏み潰せ。完璧だ、ストライダー1。ストライダー1の着陸を確認した。